あなたの自慢の料理がルモイの味に、せーの、ルモイ飯。中ニシンを使った三平汁、ニシンの旨味を生かした郷土料理。必要材料は人参半分、大根10センチ、白菜4分の1個、じゃがいも中3個、中ニシン1尾、長ネギ半分、豆腐1丁、こんにゃく1個、料理酒大さじ1、昆布適量、塩適量、水1リットルです。人参を半月切りにします。大根をいちょう切りにします。白菜をざく切りにします。鍋に水1リットルを入れます。料理酒大さじ1を入れます。昆布を入れます。人参、大根、白菜の芯の部分を先に入れ火にかけます。じゃがいもは皮を剥き好きな大きさに切ります。長ネギを斜め切りします。こんにゃくは一口大に切ります。焼き豆腐も一口大にします。ぬかにしんは8等分にします。沸騰後、じゃがいも、白菜の葉、ぬかにしんを入れます。具材に火が通ったら、こんにゃく、長ネギ、焼き豆腐を入れます。最後に塩少々で味付けをします。ここはぬかにしんから塩分が出るので味見をしながら調整してください。豆腐にも十分味が染み込んだら完成です。北海道民が愛する歴史ある郷土料理です。塩での味付けが不要なほどぬかにしんの旨味が染み込んでおり、具沢山で食べ応えがありました。冬にぴったり、心も体も温まる一品です。